皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回は提督の決断法ワープキット PS2 版続きをプレイしていきたいと思います。石油がね少し少なくなってきてるんですけども、艦隊は積極的に動かしていきたいと思っています。前回はですね南シナ海取りました。でこの南シナ海はですね、まあ、貴重な資源が取れる要衝なので、まあ、ここを確保しておこうということで攻略戦を行ったんですけども、今回はですねレイテ、ここに進出していきます。で基本的な戦略なんですけども、シンガポールまではご利用します。で、シンガポールで、ヨーロッパ方面、インド洋方面から入ってくる連合軍に対して蓋をかける。で、太平洋の方に集中的に艦隊を使っていくという戦略で進めていきます。で、空母が使えない空母禁止縛りでプレイしていますので、当然ですね、敵の、まあ、航空機に対して我々の艦隊かなり脆弱なので、まあ、やられる、沈められるケース増えてくると思います。なので、お金、鉄、このあたりはね、積極的に資源地帯は確保して、生産をね、常に行っていくというのは、考えておきたいことというふうに思っています。では、早速ですね、レイテの方に進出していきましょう。では、艦隊の動き説明していきます。まず、沖縄に入っている艦隊なんですけども、このうちですね、山本さんの第一艦隊、第二艦隊、そして木梨さんの潜水艦隊、この合計3個艦隊をレイテに送っていきます。で、これのレイテをね、制圧していくという作戦です。で、前回、南シナ海を攻略した艦隊なんですけども、これがですね、まず第6艦隊、このうち損傷艦は第10艦隊に移動させています。で、第6艦隊残っているものは、この後ですね、マレー沖に。で、第7艦隊と第13艦隊ガチャンコして、損傷艦は第10艦隊に移動。第7艦隊も次のターンでマレー沖に移動してもらいます。で、第10艦隊は傷ついた艦艇7隻。先ほどの南シナ海の戦い。で、傷ついた艦艇7隻を一度、クレに戻して直します。冒頭でお話したようにね、これから、船の数どんどん、少なくなっていくと思うので、損傷艦はね、そのまま使わずにしっかり直して、もう一度前線で戦ってもらうと。長く使いたいという意図ですね。艦隊としてはご覧のような動きになります。では、ここからレイテ沖に進行、制圧戦を行っていきましょう。敵の艦隊がいるかどうかは、スパイを送り込んでいるんですけど、まだ判明していないという状態です。で、南シナ海の方には輸送船15隻マックス配備させてあります。で、打撃艦隊という意味では、第1艦隊と第2艦隊。で、潜水艦隊はね、敵の艦隊が現れた時にこれに迎撃に当たってもらうというふうに考えていますので、第1艦隊と第2艦隊のみで、敵のね、拠点攻撃を行っていきます。で、スパイは入っていないんですが、もうどこに基地があるかは分かってしまっているので、基地の方に向かいましょう。基地はマップ左側の、まあ、マップでいう上側と下側に1個ずつ、あります。なので、ここに艦隊を向かわせましょうという話をしているところで敵の艦隊がいる？敵の艦隊がいるな。早速敵と交戦状態になってるな。これはちょっと想定外だったな。正直言っていないものだと思ってましたね。まあ、ちょっと目論みが甘かったですね。ここは敵の艦隊を沈めに行きましょう。第1艦隊。ですが、第一艦隊は、まあ、南下しながらですね、進んでもらうんですけど、敵の基地がこの辺りにあるので、敵の基地にね、向かいながら南下、敵の攻撃をさらにかわしてですね、一方的な攻撃ができればいいかなというふうに思っています。潜水艦隊も敵の艦隊の位置に向かいましょう。あとは敵の艦隊の規模がね、ちょっとわからないので、まあ、どれほどのものかというところですね。まあ、すでにもう打ち合いが始まってますけど。これ敵の艦隊ですね。巡洋艦が大破。第一艦隊から被害が出てますね。確認していきましょう。陸奥、中破。さらに、慶潤も一隻大破してるな。まあ、できれば陸奥、まあ、戦艦は残しておきたいんですが、慶潤、これは撤退させましょう。
まあ、陸奥まで撤退させるとなると、まあ、正直言ってこの後の拠点攻撃に影響が出てくるので、まあ、それは避けましょうね。さあこれで敵の艦隊は一度壊滅させましたね。では拠点攻撃に向かいます。さあ敵の艦隊発見してます。ただこの敵の艦隊に向かうのは潜水艦隊を向かわせて、主力第1第2艦隊はこのまま敵の一つ目の飛行場を狙いに行きましょう。当然攻撃しながらですね、飛行場に向かってもらいます。こちらは戦艦2隻入っているので、まあ、戦艦からの火力を生かしていきましょう。敵の飛行場を発見してます。そしたら攻撃目標を一旦敵の飛行場に切り替えましょう。まあ、やっぱり飛行場から飛んでくる敵の航空戦力、これがねかなりきついんで、敵の航空戦力を、まあ、叩くという意味でまず飛行場、続いて敵の艦隊で、敵の艦隊は潜水艦隊でねその間持ちこたえるという内容です。まあ、夜のうちにね、破壊が進めばいいかなというところですね。敵の艦隊は一度ロストしてます。そしたら発見のためにですね、一度つけていた明かりを消しましょう。でクルーザー91隻は、撤退命令を出してあります。第一艦隊のね戦艦陸奥がやられるとかなり痛いんで、まあ、そうならないように気をつけたいなと思うんですけどね。PC 版と違ってねこの辺りの細かいハンドリングができないんですよね。了解。第二艦隊は航空戦艦も入った4隻の戦艦の部隊ですね。まあ、火力は第二艦隊の方が出るかもしれません。今ね戦艦長門、陸奥、日向、伊勢とか、まあ、この辺りの戦艦が敵の航空基地に横付けして艦砲射撃をね浴びせかけているというシチュエーションです。この艦弾ない艦砲射撃でもう完全に火の海になってますよね、この飛行場で。このまま夜のうちに敵の飛行場を破壊して、もう一つ南の方にある飛行場は夜の間にまた攻撃したいので、昼間はここで待機、敵の艦隊が現れるようであれば敵の艦隊の迎撃だけ行います。で夜になったらもう一つの飛行場の破壊に向かいましょう。これで一つ目の飛行場破壊完了です。そしたら第16艦隊も一旦その場で待機して待ちましょう。了解。はい、敵に発見されてしまいましたね。まあ、ちょっと敵の飛行場に近すぎたかなというところなんですけど、まあ、発見されてしまった以上はもう攻撃に向かうしかありませんので攻撃に向かいましょう。第1艦隊、第2艦隊、そして潜水艦隊も現場に急行させます。で第1艦隊からはですね、戦艦武蔵、ごめんなさい、戦艦陸奥が中破になってしまっているので、これ撤退させています。まあ致し方なしというところですね。敵の航空機発見されてしまったので、ここから敵の攻撃機がまあ来るでしょうというところですね。まあ、我々も偵察機飛ばして敵の位置発見しておきましょう。まあ、発見されるのがちょっと早かったかなっていうね、迂闊でしたね。偵察機が今飛んでいっています。で偵察機の向かう先は、敵の攻撃機が来てるな。飛行場を発見してますね。で今敵の爆撃にさらされているというシチュエーションです。敵の艦隊発見。これは総力戦になりそうだな。第16艦隊を急いで現場に向かわせましょう。で敵の
艦隊の陣容を見ておきたいな。どれほどの規模か。これが敵艦隊ですね。空母はいなそうですね。戦艦クラスもいなそうには見えます。なので、これは潜水艦隊で叩きましょう。第一艦隊、第二艦隊はもう敵の飛行場に発見されてしまっている以上、一刻も早く敵の飛行場を叩きたいので、敵の飛行場攻撃に向かってもらいましょう。了解。ここで被害が出るとね、この先の作戦がしんどくなってくるので、できるだけ被害を出ないように最小限に食いとどめられればいいかなというところですね。さあ、敵の飛行場に対して攻撃始まってます。画面奥の方から迫ってきているのが、日本軍の艦隊ですね。で、まあ、ちょっと見えづらいかもしれませんけど、敵のね、航空機が待っているという状況です。敵の艦隊はまたロストしてますが、まあ、近くにいるのは間違いないので、敵の艦隊をね、まあ、警戒しながら潜水艦隊を急行させ、第1艦隊、第2艦隊はこのまま敵の飛行場を狙うと。そしたらですね、今第1艦隊、第2艦隊のところに敵の艦隊が突っ込んできている状態なので、これ迎撃に当たらないとまずいことになるので、方針を変えてですね、第2艦隊は攻撃目標を敵の艦隊に変えます。第1艦隊はこのまま敵の攻撃目標を飛行場と設定してですね、同時並行的に攻撃を仕掛けていきましょう。第2艦隊はすれ違いざまに敵の艦隊に魚雷と主砲をぶち込んでいく。並行して潜水艦隊も突っ込ませるという戦い方です。今艦隊戦始まってますね。画面奥手前側がですね第2艦隊、画面の奥左側が第1艦隊です。この状態でね、潜水艦隊が来てくれるとすごくいい形になるんですけどね。潜水艦隊は画面の奥の方から迫ってきてます。第2艦隊は追撃しましょう。第1艦隊は引き続き攻撃、まあ、火力がね、ムツがいなくなっている分少し出なくなっているんで、まあ、時間がかかってしまうかなというのはあります。さあ、敵の艦隊はおおむね始末したかな。そしたら第2艦隊も攻撃目標を飛行場に変えて一気に撃滅していきましょう。潜水艦隊は一応追撃に当たります。今一番火力が出てるかもしれないですね。はい、これでレイテ攻略完了です。ちょっと戦果も確認していきましょう。まあ、撃沈された船はないんですけど、まあ、損傷を受けた船はいくつか出てますね。まず陸奥、これが、まあ、残念ながら中大破してますね。さらに慶順クルーザーが一隻中大破、あとは航空戦艦伊勢、ヒューガ、第二艦隊からそれぞれ中大破が出ているという状態です。アメリカ軍の方も見ておきましょうか。アメリカ軍の方からはクルーザーを一隻、あとは駆逐艦を6隻撃沈しています。アメリカ軍の第8艦隊でした。さらに飛行場2つを破壊。ご覧のような結果になっています。で、天竜型の巡洋艦3隻上がってきて、さらにヤマトも完成してるね。ヤマト完成してるので、これ新しく艦隊創設して、ヤマトを入れた艦隊作っていきましょう。では、また損傷した艦艇をですね、切り離して、クレイに戻して、直してきてもらいたいと思います。では、次の作戦ですね、考えておきましょう。シンガポールを早めに取りたいので、シンガポールに対して、まずスパイを入れておきます。で、
このスパイを送った後ですね、このシンガポールには今第一艦隊と第二艦隊、0手攻略しましたけども、この第一第二艦隊を投入、さらに、第六艦隊はですね、従順を、他の艦隊から引き抜いてきて戦艦1従順5と、火力が出る艦隊に仕上げています。なので第一第二第六、この戦艦従順艦隊を使ってシンガポールを奪取するという作戦を行います。でシンガポールを蓋した後はですね、太平洋に向かって艦隊を転進させていくという作戦になります。では今回はね、ここまでにさせていただいて、次回、シンガポール攻略戦を行っていきたいと思います。